NHK の五十嵐です。今回の宣言の延長について、その県民からは仕方ないといった理解を示す声がある一方で、飲食店からは経営がもう立ち行かなくなるといった声があります。で、期限まで3週間余りと一部の人は長く感じると思うんですが、これ どういった形で呼びかけていきたい。はい、先ほど申し上げた通りですね、これはあなたの健康をみんなが守る、みんなの健康をあなたが守るということでありまして、事業者の皆様、これまでご協力をいただいて本当に感謝を申し上げます。そして、この今非常に厳しい、この措置を継続することで、この早期にですね、できるだけ早く感染状況を改善をして、そしてまたお店を開けることができるようにしたいと思っています。それがないとですね、そしてもちろんそれはお店の皆さんだけの努力ではなくて、県民の皆様が、あるいは事業者の皆様が外出半減であるとか出勤者の7割削減にご協力をいただく必要もあります。そしてそういった県民一丸となった取り組みで、できるだけ早く日常を取り戻してですね、もう一度お店も開いて、お客様を迎えることができるということになると思います。そういう意味では本当にみんなのこの健康を、あなたが守る、であなたの健康をみんなが守る、そういうことになると思いますので、ご理解をいただいてですね、取り組んで、いただくようにお願いをしたいと思います。感染状況などがこれ大幅に期限の中で、改善した場合、その政府に対してですね、その宣言を解除するように要請するという考えは現時点ではありますか。もちろんですね、感染状況に応じて我々は対応を考えていきたいというふうに考えておりますし、この先ほどのシミュレーションもありましたけれども、あれをいかに早めるかということもですね、取り組んでいきたいというふうに思っております。最後にですね、先ほどスライドの中でも説明されてましたが、今回の政府の対処方針でも休業要請している飲食店について応じている店と応じていない店でしっかり公平性を保つように命令などを適切に都道府県に対して適用するよう求めていますが、県内ではどれぐらいの店舗がそれに違反していると把握しているかどうか、でまたどういった場合にその命令を行ったり、過料を課したりされるのか、その考えを。県内にはですね、2万店舗弱、19,304 のお店がありまして、これは許可ベースですけれども、25日時点で17,000弱のお店の見回りを行っております。でその中で、この見回りを受けてですね、電話で要請をしたり、した上でですね、現時点で明確に県の要請に応じていただけないという店舗は11店舗ございます。で、こういったお店についてはですね、来週、6月1日になると思います、以降になると思いますが、現地を訪問することとしております。でこれは手続き決まっておりますので、その訪問してなお、要請をに応じていただけない場合には、学識経験者のご意見を、この命令の妥当性について、お伺いするということになりまして、その上で弁明の機会を付与する、そういう手続きになります。でそれでも応じていただけない場合には命令を行うということになりますが、以上の手続きに約3週間ぐらいかかるかなと、2週間超かかるかなということで、6月の第3週ぐらいに命令を行うというような最短でですね、ことになるかなと思っています。すいません、中国新聞の河野と申します。対策の主な変更点の理由をお聞きしたいと思うんですが、まずが1万平方メートルの
部分の営業を、まあ、認めるというかそういうことになる理由と、まあ、あとあの流れ館の飲食店 の PCR 受験の有無を要件からなくした理由、その辺をお聞きできればと。まずあの大型商業施設についてはあの、まあ、そもそもですね、あの営業を1万平米以下に抑えるということで、そのお願いをしているわけですね。あの1万平米のお店は、まあ、営業していいということになってますので、まあ、そこにあの合わせたと、まあ、あの1万平米以下に抑えることによって人手の抑制を図るということが、まあ、当初の目的でありますので、その当初の目的に沿った形で、設定を修正をしたということです。それからあの、何でしたっけ、あの加算措置ですか、PCR の要件についてはですね、まあ、あの前回あの PCR の要件をつけたのは、まあ、現に当該エリアで感染が発生しているという状況がありまして、感染拡大リスクの軽減というのが目的でありました。まあ、ただあのその後ですね、緊急事態宣言の発令ということも含めて、まあ、当該エリアにおける飲食店のほとんどもまあほとんどというか、まあ先ほど全県でまあ11店舗というところですから、まあ、ほとんど休業をされてまして、このエリアからの新たな感染拡大は考えにくいという状況になっていると思っておりまして、当該エリアでのこの感染拡大を抑えるという本来の目的は達成をしたというふうに考えております。で、あの時短休業要請というのは、全般的にこれ出している時短休業要請は、あのご説明しているとおり人手の抑制対策として実施しているということから、まあ、今回はですね、引き続き PCR 受験を要件とする必要はないと判断をしたところであります。あとすみません、あの、学校の県立高校の、まあ、あの中学校も含めたかと思うんですけど、県立はあのオンライン授業分散登校を、まあ、解消する理由、その辺ところもちょっとご説明いただきたい。これもあの先ほど申し上げた通りでありますけれども、あのもともとこのオンライン授業と、あこれちなみに県立学校だけではありませんけれども、あの私立の学校にも同様に取り扱うようにお願いをしておりますが、もともとですね、この非常に感染状況がこう右肩上がりで、増えて新規感染者が増えていたという状況の中で、クラスターが大きなクラスターが発生をするとですね、非常に厳しい状況になるということがありましたので、子どもたちの学びの場の確保が重要であるということに鑑みてもですね、まあ、一時的にこのオンラインに、オンライン等にですね、移行して、クラスター発生のリスクを下げるということをですね、進めてきたわけであります。まあ、ただあの今は感染の伸びはまあ止まったということがありますので、子どもたちの学びの場をしっかりと確保するということであります。まあ、ただあのまだこの感染のこの減少がですね、定着したというふうには我々は判断をしておりませんので、いつでもですね、このオンライン授業などによるクラスター発生対策をのできるようにですね、環境整備には努めていきたいと考えております。あとすみません、最後にあの、まあ、6月20日でまで延長となったわけですけども、その、まあ、延長宣言が終わった後の、まあ、6月22日以降、その期間もですね、まああのまあ、飲食店や大型施設への、まあ、時短要請とか休業要請必要かどうか、その辺の終了後の、まあ、認識をどう抑えていくかというのをお聞きしたいと思います。あのそれはまず感染状況によるので、あのそれにあのよるというのが、まあ、短い答えです。で、まだ引き続きですね、あの時短などの対策が必要なような状況であれば、それは必要でありますし、そういった状況を脱することができていればですね、あのその対策は必要ないというふうに考えています。
すみません、読売新聞の上場です。この1万平米以上の施設の件なんですけれども、これ今現在でも1万平米よりも抑えていれば営業は可能ということなんでしょうか。今はですね、その1万平米以上の施設については1万平米未満の部分も含めてですね、営業はしないでくださいという要請、休業の要請をしています。ただそれがですね、そもそもでいうと1万平米以下にしましょうというところから言うと、ちょっと出っ張っているので、1万平米のお店はですね、営業ができているという状況にありましたので、この1万平米で人手を抑えるというところの基準に合わせていくということです。例えばだから1万5000平米あるお店は丸々営業できてないけれども、今であれば今9999平米のものであれば営業できているというので、その分1万5000平米のお店についてもそれ未満に抑えていればその部分については営業してもいいというふうにすると、1万平米を超える、以下ですね、1万平米までは要請をしてませんので、わかりました。あとちょっとデータ的なところなんですけれども、病床使用率なんですけれども、今は 79.5% ということなんですが、これ内閣府の方で発表しているデータだと90何パーセントというようなデータが出ているんですけども、広島県の場合それはその違い差というのはどこに出ているんでしょうか。事務局の方からご説明いたします。内閣官房の方に届けている病床数につきましては、その病床確保計画の値に基づいて出されております。で、病床の確保計画につきましては今厚生労働省の方に、広島県としては5月31日から新しい計画に基づくということで届け出をしているところでございますが、現にその計画を前倒しして病床確保しておりまして、現行約640床確保しているという状況になります。一方で内閣官房の方にはフェーズ3ということで500床を届けておりまして、分母が500床になっているために数値が大きくなっているというところでございまして、現行確保している病床数に対するその使用率に関しましては今日発表いたしました 79.5% が正しいということになっておりまして、その差に基づきまして発表と違っているということがご説明になります。NHK の話です。今日の対処方針、国の方の対処方針の変更点で、抗原検査の簡易キットを、これは高齢者施設、医療機関、それに加えて大学ですとか、そういった学校現場にも配布するというようなことが明記されました。これについての広島県内の対応と、今現状 PCR 検査、大規模な事業所向けのものが一時停止していますが、それと合わせてどういうふうに検査の戦略をやってきたのか。県内の対応についてはこれまさにちょっと発表されたばっかりなんでですね、ちょっとどういうふうにできるかというのはまだ全くわからないので、これは今後検討するということになると思います。ただ方針としては幅広くですね、検査を進めていくということの一環だと思いますので、これは従来の国の考え方とするとですね、比較をすると随分前進をしたというふうに我々としては受け止めています。で、PCR については、この我々のこの、この PCR センターだとか、あと職場のですね、検査等の、この考え方は整理をまだしているところですので、それの整理次第ですね、また改めて、この発表して取り組んでいきたいと考えているところです。共同通信の渡辺です。先ほどの1万平方メートルを超える大規模商業施設の質問で、ちょっと念のため確認なんですけど、これまでは生活必需品売り場以外は土日休業していたけれども、6月以降は他の、例えば化粧品だとか洋服だとか、そういったフロアも、
1万平方メートルまでであれば土日営業ができるということでよろしかったでしょうか。そうです。まあ、ちょっと付け加えると、化粧品は化粧品はそもそも日常生活品の中に入ってますので、洋服も実は生活必需品の中には入ってるんですが、ここは我々がちょっと特にお願いをして、そこは閉めてくださいというお願いをこれまでしてきています。はい、後ろからすいません、中国新聞の中久です。と確認で、知事として例えばそのどこまで感染状況が下がってきたら宣言解除が可能になるかという点について、まあ、現状でどのような考えをお持ちでしょうか。宣言解除が、まあ、どうなるかというのはなかなか現時点で、この一概になかなか言いにくいところはあるわけですが、まず基本的にはですね、緊急事態宣言というのはステージ4、が、まあ、その対象となるというところでありますので、少なくともですね、ステージ4を安定的に下回るといったようなところまで継続する必要はあるんだろうというふうには思っています。で、まあ、ただ対策自体がそれで終わっていいのかというとそういうことではなくて、ステージ2を安定的に下回ると、あるいはその県の警戒基準値である4を下回るというところまで、そういうことが見込まれる水準までですね、この感染状況を抑え込んでいく必要があると思いますので、まあ、段階的な緩和を前提としてですね、何らかの対策は必要であるというふうには考えています。確認としまして、その仮に宣言が解除された後でも、県独自の例えば行動制限を伴う対策というのは何らか続けるような可能性というのはあるという。そうですね、感染状況によってはそういうことはあるということです。もう一点、先ほどお店への見回りのお話が出たと思うんですが、11事業者という11店舗、これはいずれも飲食店ということでよろしいでしょうか。これは飲食店、飲食店以外は休業要請はしてませんので。確認として現時点でその罰則付きの命令をする可能性があるのがこの11店という理解でよろしいでしょうか。これまで見回った中で11店舗が明確に県の要請に応じていただいてないということですから、これからまたそういうお店が出てくるかもしれませんけれども、現時点では11店舗が、その何て言いますか、対象になるわけじゃありませんけれども、直接的にこれからいろんなプロセスを経た上でそうなる可能性はあるということですね。ありがとうございます。その他よろしいでしょうか。よろしかったでしょうか。はい、それでは質問がないようですので以上で終了したいと思います。ありがとうございました。